栃木放送、株式会社栃木放送、栃木放送、栃木ブロードキャスティング COLTD は、栃木県を放送対象地域として、中波放送、AM 放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は、CRT、旧社名、ラジオ栃木の英語表記、カンパニーラジオ栃木に由来。戦後、地元財界などから、 県域ラジオ局の開局が熱望されたが、当時の電波行政において、在京大電力局サービスエリア内にある、栃木県で県域局設立の許可を得るのは、困難を極めた。県内の実力者であった下付新聞社社長、福島雄本、東京日日新聞出身などが中心となって、積極的に中央と掛け合い、1962年に、隣県の茨城県と共に、 予備免許を取得することに成功する。下付新聞社、栃木県、地元財界などのオール栃木体制、全県体制で株式会社ラジオ栃木が設立された。1963年4月1日開局。文化放送と日本放送をキー局とする NRN、ナショナルラジオネットワークに加盟している。地方民間放送共同制作協議会、歌謡会、 CRN には長らく未加盟だったが200年に加盟している。また、関東のラジオ局では唯一ラジコを未参加であったが、2014年12月1日12時より配信を開始した。放送時間は5時起点の24時間放送。日曜深夜イコール月曜未明の0時5時はメンテナンスのため休止。AM ステレオ放送は未実施。以前は、 形式上6時翌5時の23時間放送ながら5時6時の間も試験電波の名目でフィラー音楽が放送されているため実質的な24時間放送であったが5時台のフィラーが2008年4月期より正式な音楽番組となったため完全24時間となった開局当初は5時23時での18時間放送体制でその後6時23時7分 アナウンサーによりプラスマイナス3分程度のあり6時24時に移行し1995年7月からオールナイト日本のネットを開始し23時間放送体制となった。開局以来深夜タイトナイターを除き自主制作率が非常に高く地域の生活情報を重視した番組編成となっている。プロ野球ナイター中継は金曜のみ、火曜は二千二年まで水、 木曜は2016年まで、土曜は2007年まで、日曜は1999年から2002年の期間、ナイター中継を放送していた。県内に本拠地を構えるプロスポーツチーム、アイスホッケーアジアリーグ、J リーグ、B リーグ、BC リーグ他の試合や高校野球、大田原マラソン、ジャパンカップサイクルロードレース、県市町対抗駅伝など、 スポーツ実況中継に力を入れており、ラジコプレミアムを介して全国で聴取されている。設立時の経緯もあり地元市、下付新聞社、毎日新聞社系列とつながりが深く、歴代の代表取締役社長7名中6名が、下付新聞関係者となっている。2014年3月、現在、開局当初より、県域テレビ経営を目指しており、 開局後すぐにテレビ放送免許を最初に申請したが、その後在京企業局関連の16社も免許申請を行ったことにより申請の一本化調整が滞ったまま30年以月日が経過。1996年10月に県財界主導で開催された最終調整会議において、県などの要望に応えて他社と共に申請を取り下げ、単独でのテレビ経営を断念。 翌1997年3月、県と経済界主導による第3セクター、栃木テレビ設立に資本参加した。関連会社、株式会社とちっぱなしエンタープライズを設立して、栃木放送のアナウンサーをニュース番組などに派遣したり、番組、CM 制作を受けようなど、同テレビとは1999年の開局当初より親密な席で、 共存共栄を図っていた。2011年12月、当時の筆頭株主、約30%である、栃木県の後押しにより、経営資源の効率化を目的に、栃木テレビの参加に入ること、子会社化を臨時取締役会で正式決定。両局で、報道や制作、営業等での連携が行われており、2012年3月より、同テレビの社長が、 栃木放送社長を兼務したが、2014年6月より、同社初の生え抜き社長が就任した、2017年6月の取締役会で対、開局以来、本社及び演奏所が、テナント入居していた、県有施設、栃木会館が、築50年を経過し、老朽化していることや建物の構造状態心、補強工事が困難であることから解体されることとなった。県が用意したと、 地議テレビ本社や隣接地の県庁北庁舎2号館をリニューアルした建物へ2016年3月28日に移転した。1981年4月には三方向 CM 創出機を導入し、周波数ごとに別の CM を流せる運用をしていたが、2016年3月の社屋移転、機材刷新を機に運用終了。廃止後は、 全曲同一内容の CM を放送している。企業、団体は、当時の名称。出展。かつては番組ごとに違う曲を採用していたが、後に、同じ曲を使うようになった。ただし、茨城放送との共同制作、ITS 北間の時間帯のみ、別の曲を採用していた。2016年10月期番組改編。平日の生放送ワイド番組。 土日の生放送イの番組その他の番組、全国及び、栃木県内のニュースを伝える。報道部が自主取材したものに加え、下付新聞社、栃木県内ニュース及び共同通信社、県外、海外の協力を受けている。7から10分枠、15分枠、かつては、毎日23時代にも、ニュース枠があった、年代中盤までは、 前日の通り23時7分の終了であったため、23時のニュースが最終番組であった。その後24時まで延長になり、最終番組ではなくなったが、アナウンサーの宿直がなくなってから記者による原稿読みとなり、2004年3月で廃止された。土日を21時台の枠は2017年10月改編で廃止となった。栃木放送のアナウンサーは、 関連会社とちっぱなしエンタープライズを通してと、市議テレビに出向、派遣され、アナウンス業務を行うことがある。黒金刑務所の受刑者向けに制作している、書内放送用番組2009年1月より、同刑務所からの依頼を受け、ボランティアで制作している。受刑者の投稿文を紹介し、リクエスト曲を流す内容で、受刑者からは、 親しみが持てるなどの声が上がっているという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。